金杉橋は東京都港区に存在する橋。古川に架か,かる。芝一丁目と浜松町2丁目にかけて、古川に架か,かる国道15号の橋。2018年現在の橋は、1971年に架け替えられたもので、全長19メートル、福音42メートル、単純活火獣合成プレートガーダー橋。橋の下は付近で営業を行う。 屋形船の渓流場所となっており、一面に様々な船が浮かぶ光景が見られる。歌川広重江戸時代に東海道の講義橋として架橋されており、近くにあった船団の木が光って見えるようであったことから名付けられた。日本橋からは4キロメートルの距離があり、街道を行き交う旅人の目安にもなっていた。当時は橋の下流はすぐ河口であり、安藤広重。 名所江戸百景の一枚、金杉橋芝浦では、橋を渡る池上本門寺帰りの参拝者一行と江戸湾の風景が描かれている。昭和時代には、京城に都電、金杉線が走っており、橋の南側に金杉橋停留所が存在した。1967年に路線が廃止された後は、都営バスの金杉橋停留所が設けられて、現在に至る。古川、 金杉橋、芝浦、金杉橋梁浜松町駅田町駅間の東海道本線、東海道新幹線の橋に金杉橋の名が付けられている。三連橋脚間74.2メートルの間に山手線、京浜東北線、旧東海道貨物線と合わせて軌道が渡され、山手線、京浜東北線、東海道本線は桁橋だが、 増設された新幹線部分は公共構造で底部に支柱を打設している。なお、東海道貨物線のレールは区間配線に伴い撤去されている。また、古川の金杉橋とは別に、港区芝浦で国道130号を渡る山手線、京浜東北線、東海道本線、東海道新幹線、東海道貨物線の鉄道橋にも、 金杉橋梁の名称が付けられている。現在は道路だが、架橋された当時は、芝浦運河に注ぐ、消火線であったため、現在でも稼働橋扱いはされていない。ありがとうございます。